こんにちは、せんどです。本日も FIFA22 のキャリアモード、日本人だけで欧州を席巻する企画、舞台は5年後ということで戦っていきます。ちょっと待ってくれ、ズマ移籍してねえか。やっぱリバプールに猫虐待しに来て処分されたか。サスオール移籍してるよ。はい、ということで本日はプレミアリーグの第22節のバーンリーとの一戦です。まずは順位表を確認しておきます。はい、こちら順位表です。現在首位はシティです。はい、そして我々現在11位まで上がってきてます。対戦相手のバーンリー現在17位。まあ最近調子いいからね、勝ってるでしょう。じゃあ試合行きます。はい、まずはスタメンアップです。キーパー谷、ディフェンスライン右から菅原、板倉、富安、旗手、アンカーに田中、インサイドハーフ右が久保、左鎌田、3トップ右から堂安、古橋、中地です。前回のねワトフォード戦120分の激闘から中2日なんですけど、割とコンディションいい感じです。はい、バーンリーのスタメンこんな感じです。前回対戦もねしっかり勝ってるんで、まあ普通にやればいけると思います。じゃあ試合行きます。 Watch Premier League on Sendo's YouTube。 はい、試合スタート。さあバーンリーが、やべ、裏に来た、うまい、そのパスはうまい。バーンリー前回はまあ勝ってんだけど、大丈夫かな。ナイス構成、構成は止めてねえか。さあ強豪、前回バーンリー勝ってんだけど、マジで記憶ねえんだよな、どんな感じの試合したか。マジ記憶にございませんです。中井貴一主演。さーっとバーンリーが来てるよ、左サイド。ここは雪なりのチェック、ナイスナイス対応。上げさせなければいいよ。でもクリスウッドいるわけではねえからな。待って、ウッド見てんですが、危ね。怖、なんかちょっとでけえやついた。さあここ強豪が短期突破か。これはこれは短期だな。一回行くわ、一回行って。遅えなこのディフェンダー。竹下にクロス、そうだ、優しいクロス、うん。さあバーンリー右サイド、なんでディフェンスが全然いない。クロス出されたら終わる。ナイスだよ、ナイスだよ。なんで今ディフェンス誰もいなかった。オミ以外誰もいなかったぞ。でこうサイドバックが行こうよ、クロス頼む。オッケー、ナイスクリアで中地、ナイス。頑張んだよな、ここのここのなんか競り合い強くね俺ら。クリア、適当なクリア、だいたい競り勝つイメージなんだけど。さあ竹房、強豪がいるぞ、強豪がいるぞ。出しに使って大地の左足、ナイス。来た、気持ちいい、超気持ちいい。マジで北島状態今のは。いやー、ここ強豪出しに使って、ここのパスエロかったな。いやこれはコウスケだわ。さあ 1-0。 さあバーンリーが上がってくる。ここはもう警戒して、オッケーオッケー、かけっこ、清掃よ、清掃よ。オッケー、オフサイドだった。レオから青、一回取りで行って、これファールしていくんじゃない？誘う誘う。第一、青、明けふさ、通るよ通る。通っている。つなぐ。ここは強者の攻め方でいいよ。率が来た。もう一回竹ふさ。で、強豪。あ、第一だった。オッケー。オッケー。強えぞ。今日の俺ら強いんじゃね？いいね。かっけえな。第一二発、ここハットあるか？第一初ハットあるよ。いやー繋いだね。我慢して、いつもあったらここで打ってブロックされてた気がする。ただもう一個繋いだ。いや、ここまあ、強豪に出したつもりだったけど、まあ、第一だ。第一が決めたからいいでしょう。はい、2-0。さあ、裏に一本来た。オッケー。ここはカット。繋ぐ。繋ぐ。竹房。第一。なんだそのパス、えぐ、通ってく、通っていく、通っていく。もう打っちゃえば左足、マジか。いや、ナイスキーだな。左足相当コース良かったろう。うん、ナイスキー。さあ、コーナーキック、ここはショートコーナー、竹房。打っても面白い角度かも。さあ、コーナーキック、ここしっかりクリアしたいな。連打しとくよ、OK。竹房頑張れんのかな、これ。頑張れない。怖いな。ミドルが怖いぞ。さあ、ユンデルから、クロス上がって、クリア！まあ、しょうがない。なんかよくわかんない。よくわかんなかったけど。なんかクリアできなかったもん。動けなかった。なんか金縛りみたいなやつあってた。いや、なんかここふんわりクロス上がって、で、この後なんか、誰もいけてねえな。誰もいけてねえ。カーソル誰かに、俺、トミーに会ったのかな？すげえバランス崩してるもんね。まあ、しょうがない、しょうがない。はい、2-1。第1からここレオで、どうしようか。一回中地だな。ファーサイドにクロス。なんだそれ。もうロスタイム2分だよ。
最後仕上げようぜ。やらせてよ。前半終了。はい、前半のスタッツこんな感じです。まあちょっと1点差は怖いよね。早めに追加点欲しいね。はい、コンサート。さあ、竹ふさ、おっと削ってくるけど、ここいなす。竹ふさ、うん、どうしようか。一回雪なりのサポート借りる。竹ふさ青、ちょっとエラシコみたいなしてみて。青さりげもスキル5まで上がってるからね。ちょっと生きりすぎ生きりすぎ。第1、中地、キックフェイントから中地、うめえ。いいね、いいね、いいね。来たよ、最高な3点目来たわ。いや、いい時間帯に取ったよ。こりゃ勝てそうだな、マジで強くね、最近。いやー、ここよく繋いで、ここ中地のキックフェイント効いたね。TF も緑だった、気持ち。はい、3対1。さあ、万里が上がってくる、いいパス通って、なんだそれ、裏に切ってナイス構成。第一からここ中地やってんじゃん。うん、一回中切り込んでいく、切り込んでいく、切り込んでいく。これ中地らしい。ミドル苦しい。あ、なんか競り勝って、大ちゃんからここは律に展開いいね。ナイス展開で、雪なりからもう一回第一。ちょっとパスがずれた、マジか。シンプルパスずれきつい。上がってきてる、上がってきてる。カウンター警戒、カウンター警戒。さあ集中ね。オフサイドないよ。ナイス対応じゃない。オッケーオッケー。ナイス。雪なりどうしよう。移籍確定、誰だあれ。さあここ繋いでいく。青に通ってくれ。一回キープして、一回キープして体張って、ナイス。第一から中地。中地やっぱいいな。薫より俺はね、中地派なんだよね、正直。いや、まあレーティングがね、薫の方が高いよ。80で中地 78?でもね、使用感はマジ中地の方がいいんだよね。ここ打てないで。さあ、カウンター来るよ。ここ、潰したいな。ファールでも良くないな。まずいまずいまずい。OK。ナイス対応。さあ、中地、大地と繋いで、中地リターン、竹房だ。うわ、待って、すごい、えぐいタックルから。待って、青が繋げない。さあ、ゴンザレス。こいつにパス来るから、OK。対応対応、対応するよ。オッケー、ナイス対応。いいね。マジで調子いい、最近。あーと、パスが通らない。さあ、この金髪が上がってきて、なんて読むんだろうか。この名前は、ナイス構成。はい、選手会、まず第1に変えて、匠行きます。2発、ナイス。右サイド、雪なり、ボール奪われない。ナイスキープ。青が1回キープする。ここ、強吾が、ナイスポジショニングで、ちょっと引いてきてんな。睨み合いになってんな。うおい、すげえタックル。ノーファールか。ファールあった。いや、これあるぞ。フリーキック初ゴール。ちょっとプルプルしちゃってる。恥ずかしい、恥ずかしい。これいくよ。タイミングフィニッシュしっかりする。緑で。うー、当たって、バー当たって。いやー。明房からここ、匠が空いている。中地に出して、もう一回匠マイナスでもらおうか。で、もう一個。匠に、竹房に出したかったのに。まずくね、まずくねえか、これ。この金髪がオッケー、ナイス対応。この金髪ポジショニングは怖いけど、大して怖いプレイはできないぞ。ポジショニングだけだぞ、あいつ。ポジショニングだけだぞ、こいつは。オッケー。クリアするわ。うん、ガチクリア。オッケーオッケー。で、リッツが頑張れんじゃない、これは。そう、頑張れんだよね。これが強いと思ったけど、なんかマジでクリアボール最近拾う気がする。ちょっと、怖くないこのチーム、さっきから。荒いファールが。さあ、匠から、強豪、トラップで剥がして、律に展開。縦に行ってみる。ついてきやがった。竹さつないで、匠が打つ。さあ、一本ロングボール当ててきて、あの、金髪がまた怖い位置。オッケー、やばい、いやー、やられた。まあでも3対2だから、ボール拾いに行くよな、さすがに。抵抗してるね、抵抗してるね。煽ってきてる、煽ってきてる、煽ってきてる。オッケーオッケーオッケー。全然いい、全然いい。いや、でもロスタイム3分ちょっと長えな。いやー、ここ金髪なポジショニングさすがだったけど、やっぱ決めねえな、こいつは。うーん、ここやられたね。はい、選手変えます。中地に変えて遠藤渡る。あと、竹房に変えて伊藤博樹。もう最後、全然かしまりでいいよ。はい、スタート。さあ、京吾が、もう全然誰も上がってこねえな。マジで上がらない設定にしてきたから、誰も上がってきてくんない。もうここキープでいい、キープでいい。かしまりでいい。縦行くか、勝負行くか。行かない行かない行かない。中に上げて、縦
匠が決定づけんのかい。マジか。決定づけた匠が。すげえ、これ今の競り勝つんだ、クロス。かっこよ、匠。なんか全く同じ髪型のやついね。エアゴムつけたやつ二人いたろ。いや、ここ強豪の粘りから、もう適当に時間終了、試合終了だろうと思って、クロス上げたらまさかの匠競り勝ち。はい、素晴らしいゲーム。はい、試合の二つこんな感じです。いや、今日はかなりいい試合運びだったでしょ。一点差に迫られても追加点取る男気あったからね。いや、ナイスゲームでした。はい、評価点こちらです。第一2ゴール1アシストいいね。第一ね、若干スタミナがないからね、90分フル出場が難しいんですよね。はい、プレミアの順位表こちらです。ちょっとマンチェスター C が止まんねえぞ。マジで誰か止めてくれ。 IQ 位から16位こちらです。いや、我々は順位変わらず11位か。今日勝ったら一桁順位狙えんじゃねえかなと思ってたけど、意外と厳しいね。ただね、勝ち点差で言えば我々今29で、7位アーセナルが33だからね、7位くらいまでは全然、6位マンユーくらいまでは射程圏内だろう。いや、マジで後半戦の大まくりあるよ。 I17 位こんな感じです。はい、今後の日程です。次回中3日でアストンビラとの一戦です。はい、最後にね、冬の補強について話しておきます。冬の補強についてはね、ボランチの選手1名のみ獲得しようと考えています。で、今回ね、獲得候補選手ピックアップしています。その中からね、皆さんのコメントによる投票で決めようと思います。それじゃあまずね、獲得候補選手紹介していきます。まず陽介井出口ね、レーティングは72です。続いてイドリスババね。まあこの選手はちょっとずるいかな。一応紹介しておくけど、レーティングが79です。続いてリョータ大島ね、シーズン1ではスタメンでした。レーティングが71。続いてヒデマサ森田、レーティング76の実力者。続いて早尾ね、早尾川辺ウルブス遺跡、レーティングが72。続きましてケントミサオ、レーティング74。続いて松岡大ちゃん、レーティング74。続いてユータゴーケね、レーティング73です。続いてサトシ田中、レーティング72。最後に藤田ジョエルチマね、彼だけねまだレーティング不明なんですけど、私の予想だと72か71とかだと思います。最後にね、投票の方法ですけど、皆さんが獲得してほしい選手の名前をコメントをしてください。例えばね、藤田ジョエルチマを獲得してほしかったら、藤田とかジョエルとかね、コメントしてもらえれば、どの選手かね分かる形としてコメントしてもらえれば、私が、1票としてねカウントをします。で、1人1票でお願いします。一番ねコメントされた選手を獲得しようと思います。で、投票期限ですけど、この動画上がるのがおそらく22日の火曜日かな。で、移籍期間最終日ら辺のところを私が、24日木曜日ら辺に多分撮影するので、なのでね、その撮影の直前までのコメントは、得票数としてカウントしようと思います。それでは皆さん、コメントの方で投票お願いいたします。じゃあ本日ここまでにしたいと思います。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それではありがとうございました。失礼いたします。